こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ。こんばんは。こんばんは。さちきおめでとう、ルーちゃん。ありがとう、ルーちゃん。ありがとう。そう、2周年なんですよ、今日で。8期生、お披露目から。2周年ですね、お披露目から。早いもんです。早いもんですな。その頃覚えてる？覚えてるよ。あのお披露目の時は覚え、なんかところどころ覚えてるって感じ。覚えてるけど、なんか早いなーって感じ。イズリンがお披露目の最初の挨拶したよね。したっけ？覚えてないんだけど。そんなことしたっけ、イズリン。覚えてない。ないないない。エクレアかシュークリーム、どっちも好き。覚えてない。お披露目センターやった。センターじゃないよ、お披露目は。全然センターじゃありません、お披露目はね。全然センターはルーちゃんともう一人、八期生でもういないけど人でしたね。こんばんは。ショールーム初配信は緊張した？全然緊張しないよ。お披露目センターじゃないよ、泉。イズリの7号の中、お気に入りだよ。ありがとう。劇場センターやっけ。そう、劇場の前座ではそうセンターしてたけど、お披露目はセンターじゃない。こんばんは、私たち8期生ですって言ってたよ。覚えてない。覚えてないわ。あれ、なんでだろう。全然覚えてない。そんなこと言ってたっけって思う、今本当に思ってる。あんな大事な役をしたのにね、覚えてない。でもいずれなんかそっちは覚えてないけど、なんかソロコンが、そのソロコンが始まる前に先輩たちリハーサルしてて、それをなんか8期が見学したんだって。でリハが終わった後に8期がその先輩たちに向かって8期生です挨拶するのに、あの泉が言ってって言われたから言ったけど、8期生ですって。それは覚えてるけど、そ
言ったっけ会場で。覚えてないな、覚えてないわ。言ってたんだ、言ってたんだ。覚えてない本当に。なんでその覚えてないんだろうね、わかんない。まあ今宵2年だったんだな。うん、ねほそう48章ね、密着ね、オーディション8期の密着、あれはなんかめっちゃ偉人が映ってたけど。2年は長かった、早かった、長かった。どうだろうね、どちらとも言えないかな。でも早いっちゃ早いけど長いっちゃ長いって感じ。いろんな方がありましたね。3年前は何してた？ 3 年前は普通に、3年前でしょ？今から3年前ってこと？今から3年前ね。今から3年前。高3、高2、高1だから普通に高校生でしたよ。中村泉は。9期生にアドバイスがあれば。なんだろうな、アドバイスっていうかさ、やっぱりなんだろう、アイドルってこの世界に入ると、真面目な話するとこの世界に入るとさ、やっぱり普段なんだろうな、普通の高校生とかが、普通の子ができてることができないことが多くて、まあ、普通ができない子が できないことをそのできるとか体験させてもらえることも多いけど、普通にできることができないことが多いから、なんだろうな、そうだね、いろんなものを捨てる覚悟がないと多分無理かなと思う、諦める覚悟、捨てる覚悟がないと無理かなと思うよ。泉は本当にそうだよ、いろんなものを諦めてこないと多分なれないから。本当に、あれ串どこやったっけ、3年目の目標、水江の3年目の目標はいっぱいあるんだよな。でもやっぱりまず近くにあるものとして掴みたいものはあれだな、握手会の増部が一つだな、いっぱいあるうちので。まあ、他にもあるけどね。野々市は猫かぶることとアドバイスしてました。確かにね、猫かぶることも大切だけど、かぶりすぎると多分心が疲れるから、まあ、程よい感じにかぶろう。
別にみんなかぶってないけど。カワウソ先輩になるので、まあもう今も先輩だけどね、ドラさんいるから。あれ前髪が、そろそろカワウソなくなりそうって言われた。ね、確かにずっとそれだけでは無理だけどな。まあ1個あったんだけどな、でももう使えないから無理だ。まあいいけど。ナバナの里へイルミネーション見に行ったことある？あった、あるよ。るーちゃんとるーちゃんのお母さんと泉と泉のお母さんで去年行った。トウモロコシには戻らないけど、炭酸飲んでないね。カワがさ、ツイッターに上げてたさ動画見た？ハツキがめっちゃ初期の頃のなんかピンクゼッケン着てなんか言ってる動画、あれもう黒歴史だな、本当にびっくりした見た？いろいろカットがね、すごいカットしてあるのもさすがだわ。あの石鹸好きな人多い？嘘。なんかやたら8期だけめっちゃ蛍光ピンクだったって感じね。めっちゃ目立つやつ。思い切って自己紹介変えません。ないん、なんかあったらいいんだけどないんだよね、ほんとないんですよね、なんかいい感じのが。イストリーゲームとかもしたね。ね、したした、懐かしい。食べ物をキャッチフレーズに入れたらいずれ黒歴史になる？ものによる。ものによるってか、なるっちゃなるけど、まあ、そこまでって感じでも言うって。急にキャラ変する、キャラ変する予定ある？なんかキャラ変するようなキャラがない、自分に。自分にないわ、キャラ変するようなキャラが。あったらしたい。でもないわ。髪染める予定はいつか、いつか染めるよ。
みかんキャラはもらわない。ベビーフェイスからヒール転向とか、何それ何それ何それ、プロレスの話？そうなの？全然分かんなかった。いい子キャラから、いい子キャラから悪役にってこと。なるほどね。悪役ね。悪役ね。悪役っていいよね、なんか。かっこよくない？真顔から笑顔の高速切り替えできるよ、普通にできる。笑顔から真顔も、真顔から笑顔も。面白い大阪人枠が空いてる。面白い大阪人枠って言われたもん。なれるもんならなってるけど、元からちょっとなれなかった身ですわ。泉ちゃんの名前の由来知りたいです。泉もわかんない。特にないって言われた。てか段差乗り方が面白いわけならトップ取れそう。ね、大爆笑することあるよ、普通に。普通にありますよ。なんで？するよ、普通に。引き笑いしない、特にする。うん、なんかでも友達にいたよ、引き笑いする子。水に地元の友達に面白かった。半袖寒くない？こたつに入ってるから寒くない。イズリはニヤニヤ笑う。普通に笑う。危な、普通に笑う。コンタクトしてない？してるけど。してるっけ、あれ、してるのかな。どう、してるしてるしてるよ。でも見えにくいからこっちを見ている。最近大爆笑したこと何？わかんないんだよね、なん覚えてないんだよね。何だろう、何を大爆笑したのかわかんないですわ。私わかんないですわ。一日の終わりにやることある？一日の終わりにやること？一日の終わりにやること、動画見るかな。普通に YouTube 見ながら寝落ちするから多分それだと思う。こたつ、こたつ、そう、こたつっていいよ本当に。こたつが一番あれ、
あったかいと思う泉。うん、どこだ？あれ？なんかあった今。何の YouTube？ 普通に大食い系とか、その美容系とか見る。普通に見る。面白い系も見るし。何でも見ます普通に。こたつは人間をダメにする。それな。本当にそれを。大食い系は普通ではない、普通だと思ってたの泉は。大食い動画みんな大食い動画見てるよ。だ大食い系、うん、大食い系楽しいよ。楽しいっていうかね、なんか美味しそうって感じ。なんかなんだろうな、普通の人じゃ食べれない量食べるじゃん。めっちゃいいなーって思いながら見てる。食べたいみたいな。そうそう、そういうのが楽しいの泉は。食べたくなったりしない。なんか別にするけど別にって感じかな。双子の食いの子知ってる知ってる知ってる。氷食べる動画とかは、見ない。氷食べる動画とかあれかな、 ASMR 的な。天かす食べすぎてただいま胃もたれ中。天かす食べすぎてびっくり。天かすってそんどうどうどう、天かすをそのまま食べたの？SK のカップラーメン食べた？食べてない、まだまだ食べてないです。うん、食べてないです。あ、うどんに入ってるやつか。買ってもないの？買ってもない。蕎麦屋でもらった天かすが美味しすぎてそうめんに大量投入したのです。すごいいいな。そうめんって言われたらそうめんが食べたくなってきた。そうめん食べたーい。乳麺にしましょうね。でも乳麺ってめったに食べないな、別に。そうめんは食べるけど夏に。すごい。回転寿司72皿。すごくない？72皿でしょ。2貫だ、1皿2貫だとしたら144皿144貫。皿はやばい。144貫、やば、すごいすごい。拍手を送りたい。すごい。そんな、すごい。マックス鈴木さん106皿ぐらい食べてたな。確かにそんぐらい食べてた気もする。いずれもすごかった。
一種類のカワウソは円形クッション、本当は円形クッション、うん、多分か、なんか座布団的なやつかな、なんで円、わかんない、多分寿司でわさび、わさび食べられへんから無理なんよ。頭に乗せるなんだ、頭に乗せる意味ないやん、だって 顔見えへんもん、だって顔見えへんやん。てかシャンプーハット頭入らへんかったんやけど、え、もう57分、早っ、57分だって、みんな、みんな57分だって、早いね、確かに。こんばんは、明日公演、流れた、公演行きます、お待ってます、りょうはさんの生誕祭、ね、早い、なんかあれだな、今日時差が結構ある気がする、泉的にコメントを見てて思うんだけど、いつもよりあるな、時差、あれ本当に泉釧路こやったんやろ、うん、いや、うん、58分だ、13位川朝クロワッサンのクロさんありがとうございます、12位京一さんありがとうございます、11位が石神のたっちゃんさんありがとうございます、10位がもんたさんありがとうございます、9位がみずちさんありがとうございます、8位がじゅんのすけさんありがとうございます、7位がチーフさんありがとうございます、6位がお茶っぱタイムさんありがとうございます、5位がエイジーさんありがとうございます、4位が稲光さんありがとうございます、3位がリトさんありがとうございます、2位がオーフェンさんありがとうございます、1位が岩崎清さんありがとうございます、ありがとうございました。明日公演頑張ってね、頑張る、頑張るよ、頑張るよ、ありがとうございました、今日も痛い、ありがとうね、そう2周年も、これは8期の去年のやつだけど、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、あと20秒ぐらいある。おやすみなさーい。また明日。バイバーイ。おやすみなさい。